今月中にこれしとくと今年1年運が良くなります。Hey guys! アマリサナナセ、皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーのナナセです。今日の動画は運が良くなる方法ですが、普通の運が良くなる方法ではありません。科学的に運が良くなる方法を解説していきます。年が明けて初詣とかおみくじとか、運を1年で一番意識する時期かなと思ったので、今日はこれをテーマに選びました。私自身は人生は自分で作るものであって、神任せとか運任せにすると、なんか言い訳にしてしまって、自分が行動しなくなることから、あまりそういうのは信じていませんでした。しかし、自己啓発本やビジネス本を100冊以上読んできて、科学的にちゃんと運を上げる方法があったと知りました。さらにそれらを意識することで、もう厄年と思うぐらい不吉なことだらけで、実際にその年が厄年だったことがある、災難に、巻き込まれた私の人生が運がいい人に変わっていったと思っています。なので、今日はそれを包み隠さず伝授して、皆さんもそれが実践できるようにステップごとに解説していきます。ということで、今日の動画は運がいい人になりたいと思っている人、運に悩んでいる人、運を科学的に理解したい人は絶対見ておいてください。人生変わる内容かもしれません。パナソニックの創業者である松下幸之助さんは、採用面接の最後に、あなたは運がいいですかと毎回聞いたそうです。そこで、運が悪いですと答えた人は、学歴や面接結果がいくら良くても落とされたと言われています。そしてこの方法は正しかったと、2000年以降の様々な心理学の実験でも証明されています。そんな風に人生を変える運のお話のスタートです。では本日のメニューです。まず最初に、運とは何か、続いてが運がいい人になるための3つの科学的根拠、最後に運がいい人になるための具体的な方法をご紹介していこうと思います。ここで方法だけ早く知りたい、教えてと思うかもしれませんが、この順序には意味があります。ちゃんと運についてとか科学的根拠を理解した上で方法を試さないと、自分が心から信じられなかったり、うまくできなくなる可能性があるからです。よって順番に焦らず、しっかりものにしていってください。ではまず、運とは何かについて。運っていうのは、偶然の出来事や幸運を意味しますよね。運は生まれ持った才能や能力、努力といった要素によっても左右されますが、科学的に見ると運は決して偶然ではなく、ある程度はコントロールできるものと考えられています。最近の脳科学や心理学の研究成果で、運とはある程度自分で引き寄せられるものであることが分かりつつあると言われているんですね。まさに運も実力のうちですね。運がいい人たちは、無意識のうちに運をうまくコントロールしているんです。運がいい人、どんな人をイメージしますか？いつも明るい、楽天的、人よりもポジティブな考え方を持ってるとか、多くの人と出会うとするとか、挙げられるかなと思います。一方、運が悪い人、どんな人ですか？いつもネガティブな思考をする人が多い。つまり、運がいい人はそもそもの話、様々なチャンスや縁に巡り合う数が多いんです。運がいいということは、たまたま来たチャンスがいいものだったのではなく、多くのチャンスの中からいいものを選んだだけです。投げた球数が多いんです。チャンスと思ったら決断も早く、自分のポジティブな直感でどんどん進んでいくことができます。一方、運が悪い人はいつもネガティブになり、その結果、そもそもチャンスの量が非常に少ないんですね。考えてみてください。私もよくあるんですが、待ち合わせの場所に自転車に向かっていて、信号がほぼ青で行けた場合、あの信号も間に合う、信号全部青だ、私が運がいいから信号も味方してくれたっていう風に運がいい人は思うと思います。しかし、自分で運が悪いと思っていると、あーやっぱり信号変わりそうだ、自分は運が悪いから運悪く信号で引っかかって間に合わなかったっていうような思考になって、実際にそうなることが多いことに気がつきました。実際に、自分が運がいいと思っている人の方が、道端に落ちているお金にも気がつきやすいっていう研究も出ているんですよね。つまり、ある程度コントロールできるのが運ということ。今までの皆さんの運のイメージ、運に対する思い込み、変わりましたか？なので、もしおみくじで今日が出ても大丈夫です。安心してください。では、運がいい人になるための3つの科学的根拠をお伝えしていきます。本当はもう少しあるんですけれども、そういう根拠。それはまたの機会で、今日は特に気をつけたい3つをご紹介していきます。まず、1つ目が観察する。そして2つ目がポジティブでいる。3つ目が挑戦をたくさんするっていうことなんですが、まず1つ目の観察するということについて解説します。同じものを見て、それがチャンスと気づける人って結構少ないですね。例えば、私は自分で仕事をやるようになってから、プライベートの時間でも仕事の種になるものに敏感です。昔アメリカに買い物行った時に、スマホのケースでキラキラしたものを見つけたんですね。今でこそ日本でもそういう、キラキラしたスマホケース出回ってますが、当時は珍しくて、こういうの絶対日本人の女の子も好きだというふうに思いました。そこから、少し日本でもスマホケースの販売をしたことがあります。当時はマーケティングとかね、全く考えていなかったので、そこまで大した利益にはなりませんでしたが、今そういったケースが広がっているのを見ると、それがどれだけのチャンスか一目瞭然ですよね。この YouTube だって、そう
うですし、早めに気がつくこと、それで先行利益も得られます。つまり日頃から観察している人はチャンスに気がつきやすいんです。皆さんもいいことないかなとか、お金落ちてこないかななんてね、運は舞い込むものって思っている思考をこのように変えてみてください。今日いいこと何かあったかな、自分にもできそうな仕事はないかなと。例えばいいことがなければ自分でコンビニに行って大好きなスイーツ買ってきてもいいと思います。好きな人に連絡してみるのもいいと思います。もしかしたら今朝道端に花を見つけたことを思い出すかもしれません。いいことはあると思って初めて認識できるようになってきます。つまりそうやって観察することが大事なんです。お金が落ちているよりもネットで求人情報とかクラウドソーシングとか、自分にもできそうなアンケートや、簡単なタスクがないかを観察してみると、ネット上にお金なんていくらでも落ちていることに気がつくと思います。このように意識して物を観察してみることで、その様子や変化を敏感に感じ取ることができるわけです。そして2番目はポジティブでいることです。冒頭で話したポジティブでいると、ポジティブな出来事とかポジティブな人が引き寄せられてくるという話ですね。ちょうど今日ですね、 TikTok で島田紳助さんの言葉が流れてきたんですけど、結婚すると相手が変わったとか冷めてきたりするのは相手が変わったんじゃないと、一緒に住んで今まで見えなかったところを見るようになって自分の見てるところが変わったんだと。まさにこれです。同じ出来事でもポジティブな捉え方とネガティブな捉え方ができます。これは、本を読んで自己啓発の世界では、常識のように言われていることだと分かりました。例えば今私は中国語の資格はほぼ初心者の HSK 3級を持っています。このことについてポジティブな捉え方にすると、なかなか珍しいし、資格としてちゃんと持っているのはいいことだと、頑張った甲斐があったなと思えるかなと思います。そうすると自信になりますよね。しかしネガティブな捉え方だと、3級を持ってても中途半端でろくに使えないなとか、資格を取っても喋れないじゃないかなとか、あの勉強は無駄だったのかなと自分のやる気を削ぐことになっていきます。本当にこれは何にでも二面性があるのでびっくりです。もし今皆さんがネガティブに捉えているものがあったら、ぜひポジティブにそれを捉えるとどうなるかっていうのを考えてみてください。ドイツのケルン大学が行った面白い実験があります。対象者はゴルファー、このボールは幸運のボールですって言われて、ボールを渡されたプレイヤーはそうでないプレイヤーよりもパットの成功率が 35% も高くなりました。幸運のボールであるっていう前向きなね、そういう思い込みによって自信がついてパットの精度が上がったということなんですね。さらに面白いことに、パットを成功させたプレイヤーに対して、実はこのボールは普通のボールで、あなたは思い込みで成功率が上がってましたって伝えると、パットの成功率は元通りまで落ちたんです。このように人は思い込みによってパフォーマンスが上下することも分かっています。つまりポジティブな思い込みっていうのはパフォーマンスの質も変えてしまうということなんですよね。そして3つ目の挑戦するということ、これは20代過ぎてから私が本を読んで失敗が怖くなくなった時からどう激変したのか、それを聞くと分かりやすいかなと思います。学生の頃は失敗したら恥ずかしいと思ってあんま挑戦をしませんでした。よくあると思うんですけど、自分にできそうな範囲、いわゆるコンフォートゾーンと呼ばれる範囲でしか動かないんですよね。しかし失敗することでそこから学べることがあり、結局それは前進できると知りました。しかも私の頭で、当時たかがね20年の経験で一生懸命考えたところで出てくるアイディアって知れてるんですよ。そこでこう考えるようにしました。失敗してもいいからとにかく人の倍行動しようと、普通の人がよく考えて行動を一つする、その間に私は考えるのをもうすっ飛ばして行動を2個すればいいんじゃないかと、結局半々の確率でチャンスは倍になっていくと、そこからですね、すぐ行動、自分が行動力がすごいねと言われるように心がけていくようになりました。YouTube もかつてね数年間毎日投稿していたこともあります。今はね質が大事だと思うんですけれども、やり始めって何が当たるかわからない、質もわからない、だから質にこだわって出してダメってなるよりも、もうあんまり当たらなくてもいい、ダメでもいいから思いついたらもう動画にしてみようと、そうすることでひょんなとこからアイデアが浮かべばもうそれをすぐ試す。例えばスーパーで小さいハンバーガーが作れる子供のお菓子があったら、それを不思議の国のアリスとかけてでかくなった自分が小さいバーガーを作るっていう不思議の国のアリーサネタをやったこともあります。今はねそんな動画は信じられないと思いますが、そういういくつものダサ作の中で私が届けたいメッセージや視聴者からのニーズが見えてきて、この自己啓発チャンネルのような形になっています。考えるのも大事なんですけど、まずは挑戦すること、そのうち経験値が増えてその後で考えればいいかなと思います。こうやって成功してこうやったら失敗すると、皆さんも子供の頃自転車に乗ろう
うとして何度も転びましたよね。そのうちバランス感覚が分かって普通に乗れるようになっていきます。一度も乗らずに自転車がスムーズに乗れることはないですよね。しかし今挑戦している人どれぐらいいますか？最近何か自転車で転ぶくらいの失敗、それ以上の失敗しましたか？失敗したことが問題なのではなくて、失敗すらしていないのが成長できていない証なので問題です。またここで科学的に考えてですよ。例えば仮に5枚のカードがあります。どれか1つが当たりです。で、皆さん5枚の中の1回しか引けなかったとしたら、確率は5分の1ですよね。でも3回引けるとしたら、1回引いてこれが外れたらもうそれ選びませんよね。よって次に引くときは実質4分の1の確率なんですよ。その次に引くときはさらに外れがどれか分かってるので、実質3分の1の確率になります。5回引けばもう1から4で、万が一全部外しても5回目で確実に当たりますよね。もうこれは実質1分の1の確率になりますよね。だけどカードは変わらず5個あります。自分がどれが外れか分かってきただけです。こうやって冷静に考えると分かるし、人生は何度でも5回でも10回でもチャレンジできることが多いのに、1回外れを引いたからやめるっていう人が非常に多いかなと思います。ただ回数をこなすだけで当たりの確率も上がっていくし、最後までやればもう確実になれるのにです。挑戦することの大切さはもう一目瞭然かなとは思います。じゃあ実際にこの3つ、観察する、ポジティブでいる、挑戦をたくさんするをどうやって人生に取り入れていくのか、具体的なステップとして私が今からお伝えしていきます。まずは観察することから始めます。これをするためには今の自分が何を一番欲しているのか、自分の目標や夢を常に意識してください。具体的に言うと書き出して貼っておく、スマホの壁紙にする、毎日つぶやくとかして、自分の理想の人生を常に頭に置いておくことで、そこに引っかかるようなことがあれば気がつくことができるはずなんです。その上で日々の生活でこれは自分にとってどういう意味があるのかな、何か自分にとって得になることないかな、活かせないかなと考えていくことが観察力をつける秘訣です。そしてステップ2では、全ての出来事に対しポジティブな面とネガティブな面を考えることをやってみてください。ネガティブになるなっていう人も多いと思うんですけれども、ネガティブを無視すると自分が辛くなったり、どっかでね信じられなくなったり、逆にリスク対策もできなくなってきます。失敗にもつまずきやすくなります。なのでまずは両方考えるんですね。今試しに何か一つ選んで考えてみてください。例えばこの動画を見るポジティブな面とネガティブな面、この動画を見ることで、今年1年運が良くなるかもしれない、学びがあって自分の人生に役立つかもしれない、新しい考え方がね手に入ったとか分かったとかで、そういったことがポジティブな面だとしたら、逆に目が疲れるとか目が悪くなるとか、自分の時間が数十分なくなるとかっていうのはネガティブな面だと思います。そこでこの2つを足し引きして、ポジティブが残ることだけやればいいんです。両方このように考えることで客観的に物事を見れ、冷静に判断もしやすくなります。逆にここでポジティブな面をいくら考えてもネガティブな方が多いなとなったら、もうそれやらなければいいんですね。やってみて分かるのであったらやってから考えてもいいです。ということで、ポジティブになるために両方考えるっていうのがこのステップ2、これをやっておくと気兼ねなくポジティブになれます。リスクも分かった上での楽観的な見方ができるようになるんですね。そして、その可能性にワクワクしてください。ポジティブに捉えることで起きる可能性や強さ、成長はかなり大きいことが多いです。最後のステップ3で挑戦するということ。これを行動に移すのに、自分の挑戦する母数をワンランク上げないといけません。何かに挑戦するのって結構大掛かりのことを皆さんイメージしていませんか？例えばコンビニの店員さんに話しかけてみようとか、腕立て伏せを100回やってみようとかでもいいです。 YouTube 配信をやってみようとか、長年連絡してない人に連絡してみようとかね、そういう身近なところで全然大丈夫です。そのような小さな挑戦から始めてみることで、すぐ行動ができるようになっていきます。せっかくなので今決めてみてください。自分の挑戦、今日何に挑戦しますか？新しいお酒を飲んでみる、お店に行ってみる、日記をつけてみる、もう何でもいいです。何か新しいことをして、これまでの自分と違う流れを作るんですね。そうすると違う流れから道が開けて、新たな道がまたたくさん入ってくると思います。この人と出会った途端人生変わったとか、この職場に入った途端稼げるようになったとか、そういうのってあると思うんですよね。そのためにはまず投げるその球数を増やして、人生の流れを滞らないようにするために、この小さな挑戦をステップに入れるっていうのが必須なんです。ということで、ぜひ何か学んでみるでもいい、資格を目指すでもいいし、このチャンネルを登録するとかコメントするとかでももちろん大歓迎ですということでですね、ぜひ1月中にこの3ステップをやって、皆さんが今年1年運がいい人で過ごせますように。ということで、私のチャンネルではこのように今から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。おすすめの自己啓発本やビジネス本もたくさん紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。また概要欄には私が作った2024年の七瀬手帳もありますので、よかったらそちらも見てみてください。では See you!